バイク雑誌タンデムスタイルの取材のついでに動画を回させてもらおうの動画でございます。今日もですね、バイクをお借りしまして、今日は三浦半島の方に、ツーリングキャンプに行くんですけれども、今日のお借りしているバイク、こちら鈴木 V ストローム250というね、 250cc のアドベンチャーモデルですね。すごい少年のような格好の岩崎氏です。キャンプ道具積載しまして行きます。ちなみにいつも私は乗ってきた自分のバイクをここに置いて、借りてきた方に乗り換えて向かっております。さあ、目的地はですね、神奈川県の三浦半島の先っちょにある三崎公園というエリアなんですけれども、ルートこんな感じになっております。高速使って行きます。今日はお茶漬け作るんですよね。はい、ちょっとキャンプに新しい風を、キャンプに新しい風をお茶漬けお茶漬け、いや、なんかバーベキューギタギタじゃないですか、なんか、はいはいはい、夏僕の中で、はいはい、涼しいなんかイメージで、はあ、はあ、キャンプですか。キャンプが夏キャンプ暑いですけどね。でもそう、そこでちょっと、はあ、確かにキャンプでお茶漬けは聞いたことないですね。ないですよね。どうしようと思った時に、小津安二郎のお茶漬けの味っていう映画が急に頭内に浮かんで、はいはい、ちょっと俺そのお茶漬けの味っていう映画知らなかったんですけど、はい、そんなんあるんですね、有名な。いや、あんまり有名じゃない。小津安二郎作品の中でも割とちょっとなんか割とマイナーな感じなんですか。はい、お茶漬けやったら、はい、干物買って、はい、焼いてほぐしてとか、はい、あと青のりとか、あ、うまそう、その辺ですね。はい、あ、マグロいいですね。うん、だから三崎やしね。はい、マグロだと刺身になっちゃう。まあ、でもフレークにしたらなんかあんまお茶漬けた方がいいんですよ。だからマグロのなんか、あ、漬け、漬け、漬け茶漬けにします？あ、いいっすね。めっちゃうまそう。漬けだし茶漬けとかでもいいですよね。はい、いらっしゃいませ。漬けあるやん。漬けありますよ。ね、3パック1020円。こっちにもあるよ。同じもんだよ。あ、同じもの？うん。どう？これ冷凍ですね。冷凍です。はいはいはい、あ、じゃあこれちょうどいいと思う。3個？ちょっと待ってくださいね。漬け。ネギトロ漬け丼。トーミの切り落とし、はいはい、マグロののて、赤目。お好きなの3パック1080円。じゃあこの漬けを、うん、2つぐらい買ってみた。2つ。あと、これにする？マグロの脳天の8の。ちょっともうちょっと考えます。とりあえずこのシャツ一回会計してもらって。3パックで1080円だから。3パック、でも3パック、まず。じゃあ3個買えばいいじゃん。漬け。はいはい。ね。はい。ありがとうございます。パワフルなお商売で。こっちは？フライパンで焼くだけ。いや、お飲みはちょっとさすがに。今日は。
ここあの海苔は売ってないんですか。海苔って何海苔。お茶漬け海苔。お茶漬け海苔。お茶漬けに。あ、青さ入れよ。青さにしよ。青さにしよ。これもね、これはね、370円だけど、これは550円だけどね。まあ出してるメーカーさんが違うんだけど。うん。青さいいね、青さ行きましょう。青さ香りもいいしね、体にもいいしね。500何本のやつ、はい。500何本のビール、はい、はい、ありがとう。じゃあ550円で。どっか出汁売ってないですかね。栗さんですよね。そうです。かっこいいじゃん。いや、ありがとうございます。だ、何をですか。だし。だし？だしなんかないですかね。これ今これしかないんです。ここはだし。アボとシジミしか。あ、全然これでいい。これだったらあります。いいですよ、500円で。いやー、かっこいい徳井さん、頑張って。ありがとうございます。アゴだししようかな。じゃあこれ、これも。じゃあ、これ。はい、いくら ?550 円。はい、これもだってよ。500円。漬けと出汁と青さ、一応もう出汁茶漬けはできますけど、どうですか？そんなもん一品できたらそんでいい。もう一品くらいなんかもう一品ぐらい他ね、単純にエビ焼くとか、あか、もうお好みこんな感じで焼く、うまそうですね。まあ、絵的にはね、はい、いいですね。はい、お母さん、お飲みもらえば、やっぱりそうでしょ。ちょっとサイズがね、うん、これフライパンで焼けるかな。うん、フライパンで焼ける。980円、900円、この上といけんじゃないですか。うん、いけそうな気がしてね。これならちょうどいいじゃん、同じようなサイズが。うん、こちらでいい。はい、はい、じゃあだし茶漬けとお飲みを焼きます。確かに、みんなマグロ食べてるんですか。そうよ。ああ、そうなんや。宝ケーキなんだ。昼間のお菓子でマグロパイもあるけど。あ、どう。マグロパイもあんねや。うなぎパイじゃない。うなぎは夜で、マグロが昼なんだ。昼間のお菓子。昼間のお菓子。元気が出ます。お菓子って基本昼間やと思うけど、はい。あ、いるかも。いるかも。そのまんまってどういうことなの？いる。なんかもう形してる。形が。あ、かわいい。お兄ちゃんね、これ切った後にすごい肉なんだ。へぇ。だって辛いっすよ。結婚して子供できたら来ますわ。いいのよ、別にほら結婚しなくても子供作ってもいいから。あ、結婚しなくても子供作っても大丈夫。あ、平気。パイはいいの。パイは大丈夫です。大丈夫、はい、はい。これから調理して。そうなんです。外で、外でやるの、はい、バーベキュー。バーベキュー、はい。サザエもあるけど、いい。大丈夫、大丈夫。お腹いっぱいになってます。あら、いいんじゃないの。いやいや。これもありがとうございました。お兄さん、ちなみにお名前なんておっしゃるの。僕、あの、徳井って言います。あ、徳井さんじゃ、はい、よく出てるよ。いや、ありがとうございます。大人気の人じゃんね。とんでもございません。あと、せっかくなら、あれ、買い食いします。あ、買い食い、買い食い、はい。せっかくの方向ですよ。トロマン、このまま、マグロの中華まず。それ食べましょうよ。じゃあ、お肉はね、一切使ってませんので、マグロとね、4種類の野菜だけです。ああ、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。うわー、うまそう。トロマン。トロマン。これがね、マグロの餃子。マグロ餃子、うん、こっちがマグロのハンバーグ。こっちがね、マグロの尾っぽの部分の身なんですけども、はい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 、これをね、あの、特製のタレに漬け込んでありましてね、焼いてもいいし、唐揚げとかにしてもいい。すいません。あ、はい、いただきます。はい、独特のなんか、情緒が。うまい、うまい。うまい、うまい。やっぱマグロですね、やっぱね、ほんまに。普通の豚まんよりちょっとあっさりめで。
ました。うわ気持ちいいな。ここって最近変わったんですか？そうです、1月の24日オープンしました。じゃあまだ今年なんや。そうなんです、はい。じゃあキャンプ場として、はい、キャンプパークとしてのエリアは、はい、これからまあどんどん仕上がっていくって感じなんですか？そうです、あそこの砂利のところが、はい、増えていきますね。へえ、広がっていくんや。でもこれ油壺マリンパーク来たことある人なんかは逆に楽しいでしょうね。あそこ泊まれんねやみたいな、テント張れんねやみたいな。なかなかだってね、海の動物園がキャンプ場になったとこってなかなかないですもんね。ないですよね。レアですよね、かなり。でここ天気がいいと富士山見えるんですよ。で富士山が見えて、でしかも夕日がこう沈む、ちょうど、はい、場所なんです。サンセット。そうなんです。へえー、あっち富士山側なんや。そうなんです、はい。ここに夕日が見えるとは。ヤシの木あってだ この広場も、はい、言うたらここでショーとかやってるとこで、はい、ヒーローショーをやって、はい、やってたところです。ところの、はい、客席になってたようなところ。へえ、ほんでこういう芝生のところにテント張ったりとかするっていう。あ、そうですね、はい。ちなみにここドッグランです。で奥の方にポニーもいます。ポニー、この子名前なんて言うんですか？なぎさちゃんです。なぎさ、おとなしいですね。おとなしいです、ね、臭くて。なぎさ、カバンいじっちゃう。やめて。やめて。何歳ぐらいですかこの子？何歳だっけ？6歳ですね。はい、オスメス？メスです。メス、はい。好奇心旺盛なんでいろんなものに反応します。なぎさ。縦髪が全部こっち側にいってる。こちらがルルちゃんでお母さん。あ、お母さん。お母さんどうも。お母さん。ルンちゃん。ルンちゃん、お母さん、テント張るんですか？じゃあ特別にってことですか？あ、ここはもともとあそこにテントがもともと張ってあって、はい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 、モンゴルサイトって言って馬と触れ合えるサイトとして売り出してます。ええ、じゃあここで普通に、はい、あ、皆さんここで、はい、一般のお客様も、お客様も、はい、泊まります、馬と一緒に、はい、すげえなそれ。で、まあ、16時から16時まではちょっとルンちゃん、ナギちゃんはあちらでお仕事するんで、はいはい、触れ合いとか体験とかするので、はいはい、16時からここに放牧します。で18時になるとバーボーに帰ります。で朝は7時半ぐらいから、まあ、慣れてくるお客様だとそのまま放牧していいよっていうと放牧します。へえ、はい、これはすごいわ。なかなかないと。なかなか、ね、聞いたことない。ポニーと一緒にキャンプ。ここにターフあ、じゃあこのテントを使ってもいいんですか？そうです。へえ。あ、じゃあ割ともテント持ってこなくていいんや。あ、もう 4,5 人は余裕で泊まれるぐらいの感じですね、このテントね。すごいすごいすごい、入れて出て来るね来るね。じゃあとりあえず米炊きましょう。米、はい。あ、これ俺持ってきたやつ出す。これ、あ、もう炊けてるやつですか？うん、ちょい。いや、これしかないんで。じゃ持ってきます。これも。何なんですか、この中途半端な量。0.5 合ぐらいしか。これ、何合炊けんやろう。あれ、シェラカップとかあります？シェラカップがない、ない、ないですね。測るやつない。どうや。
このもんか。これこんな炊けるかな、これで。岩崎さんであの、はい、メスティンと、はい、軽量の用の目盛りがついた、ま、シェラカップ、はい、これは絶対あった方がいいですね。わかりました、ちょっとそれを今後、はい、確実に入れます。じゃあこれで炊きましょうか。米炊くぞっていう感じがあるんですね。水の量が曖昧なんで、まあ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 、まあどうせお茶漬けにするから割といい具合ですよね。いい具合ですね、うん、よっ。あごだしが松尾衆。知ってます、何かができること。あの風味を聞かせるためにちょっと一応お茶買ってきたんですね。あのゴミ袋1個作ってもらっていいですか。あ、わかりました。15時から来るんですけど。 15時。え、やば、30分ぐらいでやめるんですかね。いや、あ、一回、あ、ダメ、やまない、やまない。見た目はちょっと雑ですけど、いただきます。お願いします。会心の会心の笑顔だ。うんうん、うまい。青さんの最高ですよ。青さんがいいですね。これキャンプで茶漬けはちょっと岩崎さんありですね。やった。おしゃれですね。ちょっと新しいですね。ちょっと。いや問題。しかもあれですね。多いお茶を温めたんですね。はい。水と茶のブレンドで。本当はなんか静岡茶とか買ってきたはずなんですけど忘れました。僕が忘れました。あ、うまい。でもオールお茶やったら、はい、ちょっと多分またそれはそれでちょっと出汁とぶつかる。出汁入れなのが効いてるわけですね。青さんはめちゃくちゃうまいな。青さんうまいっすね。新しいですね、これ。新しいですね、キャンプで茶漬け。茶漬け、これ広まってほしいです。うん、これ案外いいな、確かに。これ案外いいな。やばそう。15時から来ないんですよ。やばそう。絶対雨降る。